丈夫です。ありがとうございます。私で。안녕하세요일본산업회사원후카입니다오랜만에긴자의나들이왔습니다도쿄가매일40도가넘을듯한폭염이었는데비한번오더니갑자기시원해졌습니다긴자에방문한날이이일본에3년휴가있는날이었는데이연휴가끼면긴자의대도로를양쪽을막아서보행자가걸을수있는인도를만들어줘요이렇게도로한가운데나와서보면긴자가달라보입니다오늘방문할곳은긴자에새로오픈한토라야카페에가볼겁니다토라야본점에는정초에단팥죽떡먹으러간적이있었잖아요카페는처음이라서예약을하고방문해보았습니다카페토라야는예약제이고요카운터석을예약을하면바로앞에서화가자만들어주는시연을볼수있습니다こちら、はい、こちらとドリンクセットです。和菓子支援と、はい、ドリンク、はい、はい、これで大丈夫です。それでですね。お願いします。ちょっと立て撮影して大丈夫ですか？もちろんです。ありがとうございます。こちらでございます。白あんでございます。白あんなんですけども、こう思ってるよりも少し黄色く感じるかなと。一般的には塩原系が中心で白あんっていうのは作られてるんですけども、弊社はですね、生菓子に関しては、白小豆を書きまして、白醤糖を 100%使用してお作りしております。ではこちらにこれからマスカルポーネを加えてまいります。こちらですね。やはりマスカルポーネと聞くとこうティラミスですとかイタリアの方を想像されるかと思うんですけども、
今回この弊社の白あんに合わせてですね、一番相性が良かったのが九州産のものでして、九州産のものを使用させていただいております。じゃあ混ぜていきます。混ざりました。次はレモン果汁です。レモンシロップ。加えてみます。力いりますね。このようにしっかり混ぜまして、はい、まあ、見た目はですね、最初からほとんど変わらないんです。ではこちらをですね、これからこのキントン投資という道具を使用してですね、押してまいります。仕上げにレモンの皮をすってかけてまいります。ありがとうございます。いただきます。おめでとうございます。あ、誕生日プレートになってるわ。ありがとうございます。프라야카페예약을할때거기선택란이있어요어떤목적으로오느냐보통은아무선택을안해도되지만저는생일이라고적었었던것같아요그래서일반접시가아닌생일축하 Happy Birthday 라는단어가들어가있고요그리고이거는단팥으로만들어져있어요
豆き。はい。元々はですね、この小豆の木から突然変異で白くなったものを産地にまして、なのでこの白小豆を栽培している時にたまにこういった小豆が出てきてしまったりする。先祖代が起きたりするんで、たまにこういうのが取れたりする。그래서시원하시는저분이그프라야에열리는장인이구나라고생각을했어요근데들어보니까저와다름이없는회사원이었습니다だいぶ震えが取れたかと思います銀座トラヤカフェ는오픈한지얼마되지않아서예약을하려니까굉장히꽉차있어요저도한달전에예약을하고왔거든요예약사항이불편한것빼고는뭐굉장히여기맛이괜찮아요양갱으로도유명한곳이고선물세트로사가기도좋은데살짝비싸긴합니다인자갔다가미혼바시미츠코시마의역까지걸어서왔어요한30분정도걸으면여기도착하는데미츠코시마에그러니까미츠코시백화점역이있는곳이거든요여기코레도라는종합쇼핑상가가있어요여기서먹을거리즐길거리그리고꼭사야될아이템들정리해드릴게요먼저긴자이상가거리에갑자기진자하나신사하나가나타나죠여러분들신사가실때이신사는어떤것에효험이있다라는거는꼭알고가셔야돼요어떤신을모시고있구나라는것도꼭알고가셔야되고요여기는요금전운이좋아지는신사입니다우선손과입을깨끗하게해요저는그냥손만씻었습니다신사에가면돈을넣잖아요돈을오행동전에넣습니다오행이고행이라고해서연이좋다라는그런발음과똑같기때문에오행을넣는데쓰면10엔없으면100엔도좋아요근데저500엔밖에없어서요500엔이면100배더좋은금전운이오려나보통이렇게방울을달아서이게흔들어서자기가맞다는거를알리는건데요7시이후에는받지않는것이좋습니다시끄럽잖아요인사방법은박수두번절두번인데뭐그런것까지따져요그냥자기스타일대로박수두번치고인사하고그리고소원을빌면됩니다아지금신사들어가는입구에여기아마에마그러니까소원그나무걸어두는곳인것같은데요즘은그여름이라서풍경을걸어둔것같아요여기에도소원나무들걸어서소원을걸어두고찰랑찰랑예쁜방울소리를내고있었습니다사진찍기굉장히좋은것같아요이코레도라는상업공간에는여러레스토랑식당들이있는데요처음에저는여기모토무라그소고기구워먹는그곳에가려고했는데지나가다보니까쯔쯔한여기에도있었어요요거있는걸몰랐는데항상붐비니까어떻게들어갈수있나좀주저를했는데어저들어갔대요라고물어보니까바로이라시아이마세하던데요아이들맞죠どうぞ空いてる感じの席ご自由におかけください椅子の
までお荷物入りますのでご利用ください。お決まりですか？酒一つでございます。こちらですね、裏側を召し上がって乗ってますのでご覧ください。酒一お願いします。どうぞ、丼に簡単の上をお上げください。どうぞこちらにお上げください。朝で入れます。ご飯足しますか？はい、はい、どうぞ。失礼いたします。여기코레도무로마치1동2동3동이가까운곳에있는데요꼭가야되는가게무로마치2동에이모야킨지로라고있어요여기는꼭가서구매하십시오우리잘아는감자빵고구마빵그건데여기바로만들어서그런지맛이아주괜찮아요그리고보면우엉칩같은것도있거든요꼭사시고요그리고한번그날드셔보십시오아마더많이사지않은걸후회할정도로맛있습니다선물로사가기도굉장히저렴하고맛있으니까인기있을거예요후회안할아이템입니다꼭사세요여기서제일가까운무루마치3번관여기에는국물내는다시팩으로유명한카야노라는점포가있어요여기서다시팩을꼭구매하시는것을추천드립니다그중에아고다시팩이있어요이거요국물괜찮습니다그냥뭐힘없고아플때이거하나넣고밥만넣어도굉장히감칠맛이나는죽을끓일수가있어요저희오빠네는요이거꼭사서샤브샤브만들때넣더라고요이거외에도이제크게들어가있는한팩자리가있고소량으로나누어서다섯팩들어있는게있어요이것도선물세트용으로굉장히구매하기좋습니다
사모야 점포 바로 앞에는 뜨르노 요시노부라는 카페가 있어요. 여기는 와가시 시연하는 테이블이 있는데 여긴 예약이 필요 없어요. 손님이 없으면 바로 들어가서 주문할 수 있는데 계절에 따라서 맞춤 화과자를 바로 앞에서 만들어줍니다. 홀에도 무로마치를 대충 구경한 다음에 밖으로 나오면 미츠코시 백화점이 바로 앞에 있어요. 여기가 본점이라서 볼거리가 다양합니다. 꼭 지하의 식품 매장은 구경하세요. 그리고 샐러드바 꼭 구경하세요. 여러 과자점들이라든지 일본 사람들이 어떤 식재료를 먹는지 어떤 고급 식재료를 예쁘게 포장하는지 다양한 일본인들의 삶을 여기서 보실 수 있어요. 대신에 이 미츠코시 백화점은 약간 그 부촌이라서 고급스러워요. 원래 백화점 지하 매장이 좀 고급스럽거든요. 도시락만 해도 보통 사람들 500엔짜리 도시락 먹는데 여기는 기본 1000엔짜리 도시락이 나오기도 하니까요. 두 배잖아요. 비싼 거예요. 新鮮でくれなかったから、がっかりだよ、がっかり。美味しかったです。ありがとうございます。お湯屋とお水って差があるの？お水は水道水。なんか言ってた。そうね。なんか水を出すって言うときに、お水を出せって言うと、お湯屋を出せって言ったら、あ、そういった？誰かが、 水道水をあげるか、先生水をあげるか、どちらでいいの？初めて見た。本当だ。これ。ハリーポッターのあれじゃん。こっちこっち。あ、本当だ。子供みたいに見せ持ったものだろうな。あ、番号がよろしくないじゃん。私も、全部最初見て、そうだと思って。番号がいいっていうのは、これ、あの、 今さらできなくて、それを習っていったっていいんだよ、最初から。おかしいじゃん。おかしい。ずっとおかしい。ずっとおかしい。ずっとやるの、おかしい。で、自分はちょっとやって。あれ、ちゃんとしよう。あれ、またトイレでもできたやつ。 全部入れる？ 旅館？調べてたら8万円だった。これ、あの、例えば、あの、どうだって、今更だと高いじゃん。1、2万円だったら安いの。どうでもいいよ。